フレデリック・マッコイ・マッコイの調べた、ビクトリア州の読者の教育用ポスターフレデリック・マッコイは、アイルランド生まれの古生物学者、動物学者である。オーストラリアで働き、メルボルン大学の教授を務め、メルボルン博物館の館長を務めた。ダブリンに生まれた。ダブリンやケンブリッジ大学で、医者となるための教育を受けるが、自然科学、地質学に興味を持ち、18歳の時に、 論文、カタログオブオーガニックリメインズコンパイルドフロム、スペシメンズイグジビテッドインザロトゥンダアットダブリンを編集した。地質学者のリチャード・グリフィスの助手として、アイルランドの石炭機、シルル機の地層の化石を研究し、グリフィスとエイジのプシス・オブ・ザ・キャラクター・オブ・カーベニー・ファース、ライムストーン・ホッシルズ・オブ・アイルランド及び、シノ・プシス・オブ・ザ・シルレア・ホッシルズ・オブ・アイルランドを執筆した。 数年間、ケンブリッジのウッドワルディンミュージアムで、化石標本の整理の仕事を行い、アダム・セジウィックとエーシノプシス・オブ・ザ・クラセファケーション、オブ・ザ・ブリティッシュ・ペイリア・ズーク・ロックス、ウィズ・エーシステマティック・ディスクリプション・オブ・ザ・ブリティッシュ、ペイリア・ズーク・ホッシルズ・イン・ザ・ジョバロジェクル、ミュージアム・オブ・ザ・ユニバーシティ・オブ・ケンブリッジを、執筆した。1850年に、 ベルファストのクイーンカレッジの地質学教授に任命された。1854年にメルボルン大学に新設された自然科学の教授職に任命され、その後30年間にわたってオーストラリアで教えた。最初は自然科学を学ぶ学生の数は少なく、長年にわたって科学、鉱物学、植物学、動物学、比較解剖学、地質学、 古生物学などの分野の講義を行った。多忙を極める中、優れた古生物学者としての評価は変わらなかった。メルボルンに国立自然史、地質学博物館を設立し、館長を務めた。ビクトリア州地質調査所に古生物学者として参加し、著作、ビクトリア州の古生物学言論や、ビクトリア州の動物言論を執筆した。 1861年と1870年にビクトリア州王立協会の会長を務めた。1879年にロンドン地質学会からマーチソンメダルを受賞し、1880年に王立協会と輪廻協会のフェローに選ばれ、ケンブリッジ大学から本、DSC の称号を受けた。CMG、KCMG を受訓した。マッコイは、 植物の学名で命名者を示す場合に、フレデリック・マッコイを示すのに使われる。ありがとうございます。